いいですね、握手はただですから、ね、外はもう桜が満開、ね、桜より皆様のまだ綺麗ですから、この女性は、私の目の前がですね、同じ相模原から来た桜なんです。桜、この辺はみんなうちの方のメンバー桜ですから、ね、神奈川の方から来ました。私を知らないという方いらっしゃいますか。不当な方がいらっしゃるんですね。大体ですね、何回かお邪魔させていただいてるんで、ぜひ名前だけでも覚えていってね、書いていただきたいなと思っております。徳間ジャパンの杉村春樹と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さっきの入り口で私のことね、あ、杉村さん、名前は本名ですか。本名じゃありません。私の本名は木村拓哉と申します。そこは笑うところじゃないでしょう。ねえ、ほんとね、私もね、今日ちょっとね、花粉症で、今まで鼻水がダラ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 流れてた、どうしようかなと、もうティッシュだけ持ってね、こうポケットに入れて歌ってるんですけども、今の目ではなっちゃうよ。あ、そうだね。去年の暮れにはね、私肺炎にもなったんですよ、肺炎。ね、京都で3日間もキャンペーンやって、それで相模原から帰ってきて病院に行ったら、軽い肺炎だなんてね。そういう話は小さい声でお願いいたします。どこまで話したか全然分からなかった。私も今日ね、5曲ぐらい歌わせていただきます。そのうちの3曲は私ですけど、あとの2曲は私の歌ではないんです。まあこういう歌も歌えるのかっていうぐらいね、聴いていただければ幸いなんですけども、2曲目です。いきますけれども、これはですね、前作に、東京上野にあります湯島天神、ね、そちらの方の湯島愛花という曲、これもいい歌なんでね、女性の詩です。女性の方が歌うとまた一段とよく聞こえます。ぜひ覚えて歌っていただきたいと思います。湯島愛花。